文武官礼服礼服は日本の五以上の貴族が長賀や即位礼において着用した清掃。党の官人の清掃である朝服を参考に日本の朝廷に導入された。律令制度では五以上の官僚の服には礼服と朝服とがあり、六位以下には朝服のみがあった。党では弁服、長服、袴ましびら、常服などの複雑な服飾制度があった。 日本の朝服は、唐の常服に相当するものである。日本の礼服に当てはめると、天皇礼服は、弁服、進化の礼服は朝服に似るが、いずれも構成や仕様が大きく異なる。当女などに、淡田正人の装束を、花飾りをつけた、新徳館、紫の衣を、白の帯で縛ると記すが、これが礼服に相当するようである。 新徳館に似るが、花のついた冠、白の帯のみで締めて、川帯を用いないなどの特徴は、当の朝服と日本の礼服の差を簡略にまとめたものであり、同時に平安時代以後の資料に記される礼服の様式が、奈良時代のそれをかなり忠実に継承することを証明している。なお新徳館は、皇太子以下五品以上の貴神の略装の冠として制定したものである。 当初は緩急であったかと思われるが、奈良時代前期には自弁となった。材料を調達するにも作るのにも、非常に手間のかかるものであったことから、順の朝以降、長賀での使用は抑制され始めた。長賀自体が一条朝には断絶し、例年の行事には用いられなくなったが、即位の礼には、公明天皇の即位まで使われてきた。平安時代後期から鎌倉時代には、 天皇の所用品は内蔵量が管理、調診し、男性貴族のものはそれぞれが調達、女性貴族のものは官より賜う例であった。天皇の礼服については、平安中期の御朱座朝頃から即位に先立ち御前で行われる礼服御覧で、見分がなされ、様式が忠実に守られたが、男性貴族の所用品は古いものを借りて使ったり、 適当なものを新調したため、様式の混乱が進行した。大袖、小袖の色は異界によったが、平安時代以降その範囲を超えるような色のものも増加した。基本的に3以上の暗い色である紫が多く、用いられたが、側帯の紫方が黒に変化した影響から、黒土地も紫と並行して用いられ、平安初期に異界に関わりなく使用された工事ゴミも、 使用された。紫のバリエーションとして紺黄自陣のバリエーションとして木が用いられた例もあり、このほか黒香炉も使用された。女子の大袖では鎌倉時代になると異界にかかわらず素黄色が使用された。女子の礼服は室町中期に廃絶したらしく、近世では五衣装から犬のいわゆる十二端が使用された。江戸時代には 男性貴族の者ものも、内蔵量山品家の管理の元御所の、観古に用意され、貸し下げが一般化し、定型化した。しかし、明治維新に際し、東風を嫌って側帯に変更した。京都御所の御文庫には、五歳天皇以後、公明天皇までの歴代の礼服が伝来する。中世以降は、即帯同様の単、アコメを重ねることがあった。ただし、小袖が、筒袖のため、 袖をほどいて徹すすることもあった。平安時代後期、鎌倉時代の記録によると、もからぎぬのもとからぎぬを取り、内着を重ねた上に赤い大袖と青にびの毛をつけ、紙に金の鳳凰の印を刺し、扇と影を持ち、靴を履いたという。大袖の上には、セコの類はつけず、またひれはなくて、額を飾りたいとして締めたという。女帝は、大袖、小袖、しびらともに、 白あやで刺繍がない。名城天皇即位の時に、これが復興され、小桜町天皇も踏襲している。ただし、男三角の礼服と違い、シビラの下に、高景地もをつけた。高景地は、絞り染めのことであるが、金星には表、赤裏黄色のもいい。さらに女帝の礼服用のものは、白無地であったから、名が体を表していない。また上の袴の代わりに、 火の切ればかまをつけた。五桜町天皇の礼服は巨物として現存し、弁伏図帳に詳しい図がある。皇后は青敷自分を用いた。これは、党の敵意を摂取したものである。なお、立皇に使用する白あやゴロムは、少なくとも平安時代中期以降は礼服とは認識されていなかった。ありがとうございます。